スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございます。 Yes。 さあ皆様、はい、お、ロード中です。ロード中です。緑色の食べ物といえば、あーなんだ違う今回ちょっと難しい、緑色ね、導入が難しい、緑色か、アメーバ、ワニかな、ワニ、緑ガメ、緑ガメ、ちょっと緑虫、あれちょっと食べ物だったよね、確かキュウリ、キャベツ、いやキュウリキャベツいいね、ピーマン、わかった、大ヒント、ちょっと辛い、あーピーマン、確かにまあ野菜的な辛さ、青唐辛子、あーそれをちょっと惜しいとこも言ってるよ、それは惜しい、あー惜しいのか、うん、もうちょっと単純な、あネギだな、見てなんか食べてる、あれ虫みたいな緑の辛いものといえばアーキ君、うーんと緑色のタバスコ、はい、やっぱりわさびわさびね、まあやっぱり刺身とかね食べるときには欠かせない、わさびでございますけども、そんなわさびのアイデア商品を今回はご紹介したいと思います。こちらでございます、ドゥルルルルルー、わさビーズ、はい、わさビーズじゃないです、わさビーズです、わさビーフだったらお前言ったらおかしいやろこちらはですね、どういうものかと申しますと、まあ見た目はもうイクラみたいな、話によるとわさびの成分を、うん、この中に閉じ込めてるから、うん、新鮮さが、そんな無理だよ、そんなもんですし、あ無理派、それ無理無理、絶対無理だよ、あいい無理だよ、いい無理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 、お前には無理だ俺には無理だ、まあ早速ちょっとこれ単体で言ってみますか、一粒ぐらい、はい、そうですね、はい、これ醤油入れたらあの絵浮かび上がってくるんじゃないこれあとから醤油入れるとためになると思うから、わさビーズ、わさビーズだってこれって結局さ、あのジュースとか閉じ込めポッピン系と同じように、はい、開けて、すいませんはい、まあこんな感じ、イクラだね、ほんと見た感じが、緑のイクラだ、食べてみよう、俺この壁に、それ壁じゃないですか、壁と蓋の見分けもつかんなってきて、あとやっぱ箸使えないから、はい、え、ちょっと待って、みんなつかめる、わかんないけど、その物体のあれがまだわかんないから、いや、お前やっぱうまいな、これ、あ、むずいっす、あ、むずい、よしよしよし、これ上に乗っけるスタイルでいった、むずいわ、いや、ビーズはむずくない、ビーズむずい、ビーズじゃなくてビーズだからね、そうだね、じゃあ一つ行ってみましょう、はい、ではいただきます、あ、なるほど、なんか想像してた食感と違った、割とマイルドだね、マイルド、思ってるからじゃないけど、そう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 、なんかわさびの風味は、うん、わさびの風味はちゃんとあるみたいな、うん、もっとプチンなのかと思ったら、思ったら結構中までゼリーだね、ゼリーな感じ、あ、でも後からちょっと辛みが、まあこれだけじゃちょっと分かりにくいというか、感覚としてはあれ、もう分かんない、ちゃんとあのお刺身も用意しましたから、やったー、わさびの代わりに使ってみましょう、一応付属のわさびもございますから、じゃあちょっとこれ使おうか、浮かぶかな、浮かぶかな、あちょっとこう醤油が濃すぎた、醤油濃すぎてなんかまあでもこの皿関係ないから、3粒ぐらいいっちゃった、あ、マジで、うん、じゃあ俺もこれをどうやって包んで食うかな、そう、これ難しいね、はい、じゃあいただきます、これ絶対無理だ、いきみよう、いただきます、うん、うん、ほとんどわかんねえ、あー、でも5個ぐらいいっちゃってもいいわ、全然わさび噛まなかった気がするでもね、これね、すげえマイルドでこのわさびの風味みたいなのが来るから、うんうん、お子様でも食べれる、そうだね、これ全然辛みあんま感じないから、これお子様におすすめかもしれない、うん、これお子様におすすめだね、もうちょっと大量でもいいかもね、あ、もうちょっと大量に食っちゃってもいいと思う、うんうん、ああ、うん、刺身うま、俺、いや、俺嫌いじゃないわ、俺もなんかそんなわさびの辛さはそうそういらないから、こういう風味だけでいい、うん、あー、来た、俺もしこれ同じ価格帯だったらこっち使うかもぐらい、海鮮丼とかいいな、うん、ただやっぱね、わさびのだから普通のわさびに比べばだいぶ成分というか強さは弱いね、あースプーンあった、あ、スプーンあったね、あったねまあ俺は普通のわさび使うかな、いや、まあそうだな、アルマはそんな感じでした、まあ、多分キックもそうだろうなと思う、そうっすね、うん、とか、あと見た目がいいから、なんかイクラにさ、うん、何粒か混ぜて食べたら、そう面白いかもしれない、実際イクラの、だから軍艦巻きに、
ほんとだ。そうそう、こういう風にちょっと混ぜると良いですよ。タコワサとかいいんじゃない？タコワサ。ああ、いいんじゃない、うん、でですね、皆さん、ここで、まあ、お刺身に使ったんですけども、うん、まあ、お刺身は普通じゃないですか。お刺しだね。お刺し。実はですね、遅れた。こちら、わさビーズはですね、スイーツにも合うとの。嘘だ。嘘だよ。そんなバカなことがあってたまるかってんだ。なので、今回ご用意しました。はい。はい、プチシューです。なんで、ちょっとこのプチシューに入れて食べてみましょうかという。わかりました。じゃあ、結構ほら、こんな感じで。じゃあ、かわいい感じでいきますよ。じゃあ、一発目いっちゃってください。はい。俺じゃあ、大量にいってみよう。あ、いや。いや、なんだろ、こいつマジで。うわぁ。お前、しかもタイミング的に今、俺のリアクションの感じだぞ。確かに。俺もいくね。辛い。さすがに辛かった。いただきます。あ、本当だ。なぜかシュークリーム入れた方がちょっと辛みが際立つというか、めっちゃ、そうなんだ、気持ち悪くない？気持ち悪い。エイリアンのなんか植え付けられたみたいな、ね、旅臭。うん、本当だ、なんか普通にまずいだけだ。そうだね、ちょっと違いました。ちょっと違うね、これは。っていうか、なんか罰ゲームのあの、ああ、思い出す。これ和食のスイーツの方がいいんじゃないかな、どっちかというと。やっぱいるかな。いや、そもそもいらなくて、だって結局これわさびじゃん。まあそうだけども、普通にわさびを入れてないものはそれ罰ゲームの。だってただの罰ゲームだった。よくある罰ゲーム。よくある罰ゲーム。それ違うがあるかもしれない。食ってみ、どう、よくある罰ゲームと比べたら。よくある罰ゲーム。これシュークリーム刺身だったのかな、これ。今俺それ同じこと思いました。あ、ね、俺も同じこと思いました。醤油つけんのね。なんかネタみたいになってる。なんかね、寿司か。いただきます。ちょっと俺もやらざるを得ない。どう、マグロの風味がクリームに全て打ち消された。サーモンほど脂っこかったら違う結果が。なるほどね。サーモンはだってクリームチーズとかでも相性いいから。あ、確かに。見た目も寿司。食ってみ。どこが若干汚い。じゃあ行きます。どっちでもいいなって感じ。え、どっちでもいいの？じゃあ今度キクにシュークリーム食わすとき全部サーモン。違う、サーモンにくるんでも。違う、そういうことじゃない。あの、どっちの風味を味わってもいいな。なんか独立舞台がいる。独立舞台がいる。あ、でも別にまずいってほどまずくないのが不思議だわ。まあそうだね、別にどっちもうまいもの同士だからそんなに相性は。うまいもの同士。単品で行くとかいいでしょ。まあ当たり前だろ。何を当たり前のことを。ラー油ビーズもある。そうそう、ラー油ビーズ、ラー油ビーズご飯にかけてみたいな。なんかラー油ビーズの方がなんか面白そう、うんうん。さあ、というわけで今回はわさビーズをお送りしました。はい。あー、まあでもね、料理によっては使い道がやっぱりかなりあるんじゃないかな。はい。これだから何でもいけそうだけどね、他にもね。ない。塩辛ビーズってことですか？ない。皆様、MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSSP はですね、YouTube、そしてニコニコ動画の方にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらほか、こちらとか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 、この辺にあったりしまして、あとはですね、下の概要欄にもですね URL の方があると思いますので、そちらからぜひご登録の方をお願いいたします。